都庁はきょうが仕事始め、猪瀬知事は新年の挨拶で、東京をきのうと違う東京にするす手を一緒に考えようと、職員に呼びかけました。僕も初めて都知事として、皆さんと今、新年を迎えているわけですけれども、この東京が日本を支えなくてはいけないと、こういう重責を 皆さんとともに、やっぱりこれ東京を本当に、昨日と違う東京にしていくためのすべを一緒に考えていきたいと思うんです。猪瀬知事は700人の職員を前に冒頭で、ことしは2020年オリンピックの開催地が決まる年だとして気を引き締めるよう呼びかけました。 また幕末の官軍と幕府軍の争いを引き合いに出し官軍が勝てたのは新しい知恵を西洋からいち早く取り入れたからとして一歩先に行くものを取り入れる発想力で都政を変えていくよう職員に求めました。